どうもこんばんは、桃太郎でございます。本日はですね、本題のボックス202に特別使用車スタイルプラスブラックのエクステリアはこんな感じですかっていうのをテーマにお送りしたいと思います。実はですね、ここに書いてあるんですが、今年の10月20日にブログではもう載せてしまっているんですけども、動画ではやっておりませんので、ちょっと動画でもお伝えしたいなと思っております。で、何かと言いますと、ご承知の通りですね、年末に2022というマイナーチェンジモデルが NBOX 出ます。で、それには電動パーキングブレーキがつきまして、その付随した機能としてオートブレーキホルトと渋滞追従機能付きのアダプティブクルーズコントロールがつきますよということと、さらにですね、10周年の特別使用車としてこのスタイルプラスブラック、いわゆるブラック加色ですね、ブラック加色された NBOX が発売されますということになります。そして私はそのスタイルプラスブラックを契約しましたということで、今納車待ちです。で、それまで乗っていた前期の NBOX GL ターボは今もう売却してしまってありませんので、 NBOX がなくて非常に寂しいということになっております。本当にこんなになくて寂しかったんですね。正直どこにも行けませんしですね、気軽にですよ。で、ドライブでストレス発散もできないんで、NBOX の大きさに今痛感しております。はい。そこでですね、こちらはですね、もともと本田さん のウェブページの NBOX の画像をちょっとお借りしまして、そこに私が勝手に色を塗っていますので、あくまでも風です、イメージですね。そこだけまずご理解ください。で、このスタイルプラスブラックという特別使用車は、ベースのボディ色に対してブラック加色ということなんで、そのベースの車両、ベースのカラーが決まっておりまして、一つが白ですね、プラチナホワイトパール、それから次もう一つが黒ですね、それからもう一つが、新色、今度、NBOX カスタムで新色が出るんですが、メテオロイドグレーメタリックという色があるんですけど、その3色の、ボディカラーに、特別加色ということになります。で、NBOX カスタムだけになりますね。それで私が勝手にですね、ちょっと色を塗りまして、それをちょっと皆さんと一緒に見ていただきたいなと思います。そして皆さんが買うとしたらどれなんかなっていうのも思いながら見ていただければと思います。もし買うならですよ、いらないという人ももちろんいると思うんですけどね。で、まずプラチナホワイトパールのイメージで、これはですね、私が購入するときにですね、資料としてディーラーの担当者から見せていただいたものがありまして、それをちょっと覚えていて、それに対してこう色付けをしていっているので、先ほども言いましたように、あくまでこれ特別使用者風でございますね。全部が必ずしも正しいわけではないので、そこはご理解ください。特別使用者に関しては、まずですね、せっかくなんで、これ通常モデルになりますね。はい。で、まず一つ目がここのメッキ部分。ここもそうですね。このメッキ部分が黒になるということになります。で、どんな黒になるかっていうのはちょっとその資料の絵だけではよくわからなかったんですけど、勝手な想像としてはダーククロームっていうんですかね、ダークブラックっていうんですかね、いわゆるメッキ自体が金属色の色じゃなくて、そこにこう黒っぽい色になるダーククロームメッキっていうんですかね、そういうのになるんじゃないかと思います。なので薄くこう黒が入ってて、割とツヤもあるようなものになるんじゃないかなと勝手に思っております。で、ここのライトのここの部分はもしかするとですね、ここもともとここもメッキこう入ってるんですけど、これライト自体のユニットごと交換になるので多分ならないのかな、もしかするとここは通常のクロームメッキになるんじゃないかと思います。で、エンブレムもちょっとよくわからないですね、クロームメッキかもしれません。で、それがダーククロームになってるかもしれませんね。ちょっとここら辺は分かりづらいです。それからあとですね、ここ、フォグライトガーニッシュというところなんですが、ここも通常はクロームメッキですが、こちらですね、黒くなっております。
なっておりますというか、私が黒塗りました。多分こんな感じ。それからもう一つ、ここですね、ドアミラーカバー、ここも黒くなると。当然もともとはボディ同色だったものが黒くなるということですね。はい。で、斜めから見るとこんな感じ。せっかくなんでこっちも斜めにしてみましょうか。ちょっと行き過ぎた。よいしょ。まあちょっと締まった感じになりますかね。まあこっちの方がこうメッキが出てる方がちょっと質感っていうか高級感はもしかすると出るのかもしれないですね。こっちはちょっとわからないですけどね、実物を見てみないと。側面から見るとこんな感じでございまして、ここで変わっているところを見ると、まずアルミホイールですね。アルミホイール、こっちも横にしてみましょう。おいよいよい。アルミホイールの色がこちらは やはりこう金属っぽい色になってますが、こちらは黒になっております。それからドアハンドルですね。ドアハンドル、こちらもメッキ調なのが、黒くなっております。でダーククロームメッキというかダークブラックっていうんですかね、いわゆるツヤありだとするとですね、実は私前のその GL ターボ前期のモデル持ってた時からですね、ここのピラーの部分ですね、ここ今樹脂が丸出しなんですけど、ピアノブラックのですね、プレートをつける外注品というか社外品があるんですよね。これなんですけど、ライフトレーディングさんが発売されてまして、これつけたらより高級感増すだろうなと、ここにですね、いうことで、またちょっとセールのこれ買う買うと言って全然私買ってないんですけど、今度はもしこの辺がこう金属光沢のあるような感じの色だったらやってみたいなと思っております。後ろですね、後ろ、こちらもちょっと後ろにしましょう。そうするとまずですね、リアライセンスガーニッシュ、こちらですね、ここですね、ここと、リアバンパー、ここですね。これもともと前期はボディ同色だったんですけど、後期からここがメッキ調に変わってるんですけど、ここがまず黒くなるということですね。はい、ここ、それからここ、そしてここ、エンブレム N ボックスというエンブレムとカスタムのエンブレム、これも黒くなるということです。で、ホンダのエンブレムはちょっとわかんないですけど、多分ここはそのままじゃないかなと、普通のメッキ調なんじゃないかなと思っています。でこれもですね、以前にブログに書いてるんですけど、私のこういう状況だったんです、前の前期の GL ターボの時は。でこことこことここをですね黒色にしたくて、ラバースプレーを買ってるんですよ、実は。でやろうと思って結局売っちゃったんでやれなくなったんですけど、今回ここがもしメッキのままでしたら、ちょっとラバースプレーで黒くしてみたいなと考えておりますので、まあその時はまた動画にしたいと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。はい。ということで、プラチナホワイトパール色がベースのスタイルプラスブラックの特別使用者風でございます。あくまで風でございますけど、こんな感じでございました。まあ私はこれを契約して白黒が好きなんですよ、割とね。でまあかつ、まあ、白と黒っていうのはまたリセールバリューもいいとよく聞きますし、黒になった部分が目立ちやすいっていうのもあって、今回はこれを選びました。はい。であと2つベースカラーの車両がありますけども、次がクリスタルブラックパール色の特別使用者風でございますね。はい、こんな感じ。せっかくなんでこっちも黒にしてみましょうかね。ボディカラーを黒にしますと、はい、こちらもここ、それからここ、ここ、それからここはもともと黒なんで、まああまり変わらないのかなっていうのがありますけども、はい。そうするとこういう感じになりまして、いわゆるもうブラックアウトですよね。まあ人気のブラックアウト、結構黒
ご購入される方でブラックアウトにされる方も多いと思います。もう黒一色ですね。めちゃくちゃワイルドです。いかついですね、結構ね、はい、かっこいいと思います。こんな感じ。まあやっぱり濃色なんで、まあその手入れを怠らなければめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。はい、こんな感じでございます。まあ、せっかくなんで後ろもこんな感じですね。こう違い、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。ちょっと斜めから見てみましょうか。こんな感じとこんな感じ。ちょっと桃太郎いう文字がすいません、あるなんで見にくいと思うんですけども、こんな感じでございます。うん、渋いっす、かなり渋いっす。はい、それから最後ですね、メテロロイドグレーメタリック色風の特別使用者風でございます。というのはこれ新色になりまして、ウェブのページにメテオロイドグレーメタリックの N ボックスは載っておりませんので、シャイニンググレーメタリックの N ボックスの色をちょっとこう暗くしまして、メテオロイドグレーメタリック風にして、さらに塗り絵をしているという感じになりますので、元の絵もちょっとないんですけど、イメージはこんな感じじゃないかなというふうに思います。まあ、同じですから、黒いところはこういうところとかこういうところ、それからこういうところですね、になってまして、まあパッと見の印象もやっぱりそのグレーなんで、白と先ほどの黒の間ぐらいのイメージで、もちろんワイルド性もありますし、まあ質感の高さも見えますし、はい、こういう感じですね。非常に渋くてかっこいいなと思います。この絵だけ見てるとこれが一番かっこいいのかなとだんだん思えてきまして、これにしてもよかったかなとかちょっと思ったりもするんですけど、はい、で横もこんな感じ。まあ手入れがね、やっぱ濃色になると大変だと思うんですけど、まあその分洗車の時の達成感っていうのはあると思うんですけどね。うん、これいいんじゃないですかね。こんな感じでございます。なかなか魅力的なメテオロイドグレーメタリックですね。まあ新型ベゼルで割と人気があるらしいです。はい、ということでですね、まあまだ正式発表も、それからティザー広告みたいなのも出てないんで、この画像っていうか、その特別使用者の資料も見られたことがない方も結構いらっしゃると思うんで、あくまでも風ですので、こんな感じじゃないかなっていうことなんですが、ちょっと今回は動画にしてみました。実際画像が公開されたらですね、どんな風になるのか皆さん楽しみにしていただければと思います。もう一度最後に、プラチナホワイトパールのスタイルプラスブラック風でございます。風、こちらがクリスタルブラックパール色のスタイルプラスブラック風イメージですね。そして最後にメテオロイドグレー、もう名前がややこしいですが、メテオロイドグレーメタリックのブラック、いや、スタイルプラスブラック風でございますね。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あと、このようにですね、ブログもやっております。それからツイッターもやっておりますので、そちらもぜひ見てくださいね。それでは、また。